それに内申書にも栄養が行き渡るという噂も。ん？本当に？こんな他の部活たちに噛みつきまくってる、問題ばっかり抱えてる部活に所属してる部員たちの内申なんて上がんの？分かった、入るよ。バイトやりながらになるから、時々いないのは許してくれ。結局主人公のバイト先どこになんだろうね。ある意味妹の作戦通りではないにしろ、ミナトの目的は達成できたわけだね。むぎゅ。これは秒読みだな。付き合うまでは。まあ、問題はお互いに恋についてあまり知らなすぎて、お互いの恋心どころか自分の恋心にも気づけないっていう難点があるところだけど。都合がつく時だけでも十分です。ですよね。ねえ。私は初めて会った時から先輩の目の輝きに気づいてましたよ。それは後から何でも言えるな。いろいろ困難とかあったじゃん。なんなら主人公、未だに冷え切った心してるぞ。第一にしっかり念を下ろすタイプの人の眼差しだなってね。私の読みに狂いはありませんでした。まあ、結果的にこうなってしまってる以上反論はできないな。うん、話してくれる？改めまして、よろしくお願いしますね。え、ここで照れた顔すんの可愛いな、みなと。これは体験版ここまでだよ。続きは製品版を楽しんでねっていう笑顔なのかな。はいはい、よろしく。若干の顔のホテルには気づかないふりをしておく。よー気分がいいからこのまま銭湯にゴーです。今日のコーヒー牛乳は私がおごっちゃいますよ。後輩におごられるってちょっとだけ嫌だな。先輩としての立つ瀬がないじゃないか。転校から数日、こうして俺は学園での居場所と愉快な年下の友達を手に入れたのだった。まあ、ある意味ルリに比べたら何億倍も友好的な関係を結べそうだから、いい友人関係がこれからも築けそうだなと思うけどね。そしたら次のルートは U をやっていこうか。最後の最後で一番近しい人間である巫女を残してって感じで行きたいから、教室行きましょう。珍しくお隣さんが出席してきていた今日、ゆずきを観察していて分かったことがある。これはある意味あの共通ルートのすぐ後って感じなんだろうね。こいつ誰とも喋らないな。お前も大概だろ。あんで人を陰気扱いして自分違いますよ感出すんだよ。休み時間のたびに頬杖ついてつまらなそうにスマホいじってばかり。転校してきて間もない俺でも少しは周りの席の世間話に混じっているのに、こいつはからっきしだ。あ、陽キャドで言ったら主人公の方が上なんだ。見た目で言ったら逆なんだけどね。さてと、この昼休みもゆずきはカバンを取って乱暴に肩に担ぐと、もう休み時間のたんびにどっか行ってんのこいつ。カバン？カバン？帰る気かこいつ。おいおい、お前まさか帰る気か？怯えるな。そんな猛獣じゃないんだから、喋りかけたぐらいで襲ってきたりしねえよ。それ私に言ってんの？帰る気配にじませるやつなんて他にいないだろうよ。なにそのてめえのおつむはつくづく弱いなみたいな。帰る気じゃないとしたらカバン持つ意味は何？両手を広げて肩をすくめる外人風のジェスチャーにちょっとイラっときた。こいつ実はハーフなんじゃないか？外人風とか言って実は外国の血が入っていて、この金髪も染めてるとかじゃなくて地毛とか。帰るけどそれが何？帰るんかーい。何のハーだったんだよ。予想的中してんじゃないか。チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。